はい、こんにちは、ピカですけどね、見て GR ヤリス借りました。はい、ということでね、車レンタカー乗ってきました。なんとかね、ちょっと遅い時間ですけど、こっからね、車をなんとか見たい。そして一緒にね、走りたいんだよね。一緒に走りたい。どうしたらいいかな。なんとか一緒に走る方法を考えて、WRC マシンとさ、走れるんってなくね？一緒に走れるってなくね？なんで、まあ、そのなんだろうな、ラリーっていうのは本当にこう、なんていうの？よいしょ、ちょっと待って。渋滞してんだよね。なんで、はい。こういう一般道をね、普通に走るんですよ。なんで、交通ルールにね、守りながら走るので、それをね、なんとかね、一緒に走りたいと思います。だってラリーワンの車とこう前後で走りたくないっていうね。はい。ということで、ちょっと頑張ってね、そこまで行ってみたいと思います。それでは行きます。はい、ということで、WRC 会場近くに来たんだけど、でね、こんな感じでね、GPS でね、実は追いかけられるっていうね、アプリがありまして、車をね、もうこの近くにいるはずなんですが、どんな感じなんでしょうかっていうね。多分ね、左の方から、向こうの方のね、会場に向かって走ってるはずなんだけど、いやー、どうなの？出てくるでしょ。これ出てくるわよ、もう。こうなんか、ひょこんってこういうとこから出てくるから。はず。GPS のデータを頼れと、そんな感じ、ここ、なんかね、日本人選手のマシンがここを走っているはずなんですが、さあ、どうでしょうか。果たして WRC マシンにね、出会えるのか。よく見て、左右見て、見て、よく見て、前も見て、ちゃんと運転して。俺、運転して。さあ、ちょっとなんかもう、窓を開けてね、音なんか聞いちゃうか。来るよ、みんな、来るよ。WRC マシンが街中を走ってる映像、なんとしてもね、撮るから、今日。ね。ヒーロー大丈夫？いや、スーパー寄ってる場合じゃないっすよ、あなた。スーパー寄ってる場合じゃないっすよ、今。ね。愛知県、ここ地元、ね、初開催ですよ、地元だとね、愛知県で。なんと日本では12年ぶり。本州を WRC マシンが走るなんて、世界初だと思うよ。北海道しかやってないからね、WRC。知らんけど。正確な情報わかんないけど。いや、だからもう、この地元をね、本当にこう、愛知県のね、岡崎だけですけど、ここね。もう走るなんてね、これ多分左側から来るよ。あそこの信号で左側から来るはず。来い。音。バイクだな。あの音はバイクだな。みんなよく聞いて。耳を澄ませて。アンチラグシステムのパパパパーンって音を。よく聞いて。パパパパーンって。聞いて、早く。みんな、ちゃんと耳を澄ませて。教えてくれ。いや、ライブじゃねえから。いや、絶対来る。絶対撮る。煽り倒しちゃダメ。いや、なんかツイッターで荒れるから。ダメ。ラリージャパン大事にしとこう。みんなの努力の結晶で、ね、地元の人たちの理解。本当にね、大変だと思いますよ。皆さん、本当にこれ実現していただいてね、ありがとうございます。私もね、こんなことならもうちょっとね、早くちゃんとチケットを取ってって思ったんだけど、ちょっといろいろあってね、なかなか来れるはずじゃなかったけど、予定がね、ちょっと本当急遽、空いてね、なんとか来ましたけどね。はい。で、まあね、会場に行けば見えるんだけど、いや、俺は会場に行かずに、いや、ケチるわけじゃなくて、いや、もちろんね、はい、WRC Generations っていうね、ソフト、私、公式のね、配信者、としてやっておりますんでね。なんかわかんないけど、なんかあるでしょ。なんか入れるとこあるんじゃないかなと思ってもいますが、今日ね、そんなことではなくですね、はい、これすいませんね、これ、車線がなくなること聞いてなかったんで、この辺もう会場近くに来て、バイクか。バイクの音か。ほら、見てるもん。あそこの人見てるもん、もう。こう上の人見てるもん、もう。聞いてみよっか、通ったかどうか。あそこ信号を通ったら、聞いてみよっか。通った？ここ。通った？まだ通る？通るの？見てる。上で見てる。どうなんすか？皆さん、通ったんですか？通ってないんですか？ねえ、どうなんですか？どうなの？ここ見たいや、なんか沿道に人は集まっております。確かに。沿道にね、人は集まっておりますんで、ちょっと一旦この辺で、駐車できるところで、一旦バイク違う、バイクだった。バイク。はい、満車でございますけどね、ちょっと駐車場、どっかね、探して止めたいと思います。来た来たんじゃね？バイクか。あ、来た！あれ何？あれなんだ？いるけど、これ右側にいるけど、2台後ろなんだけど、これどうしたらいい？後ろに来ちゃった後ろもなんとか、ちょっと待って、どうする？これ後ろなんだけど、WRC マシン、後ろにいる。皆さん後ろにいるんだけどどうしたらいいな、これ。後ろにいるんだけどどうしたらいい？はい、なんだろうこれ。これ何のマーク？わかんない。これ何？グループ1じゃないな。これなんだっけ？グループ1じゃなくて、ラリー1の車両ではないラリーマシンだけどね。なんか来ましたね。はい。ヤリスで煽っていきたいと思います。負けない。加速で負ける加速でちょっと大丈夫かこれ。加速で負ける。めちゃくちゃ速いんだけど。GR ヤリスにしとけば、すごい、めちゃくちゃ人います。はい、俺は関係ないんでこっちの車両には行けませんけど。はい、ということで、なんかわかんないけど取れましたねめちゃくちゃすごいラリーの加速がやばかった。加速がやばかった。あれ何なんだろう。ちょっと後で調べますけどね。調べてわかるかな。なんかわかんないけど、いやー、ちょっとテンション上がりましたね。はい、もう一回ちょっと定位置に戻って、はい、行きたいと思いますね。定位置に戻って、いやー、すげえ加速してた。GR ヤリスで、WRC マシンを追いますっていうね。いや、加速が足りんかったわ、ちょっとな。はい、もう一回ちょっと行きましょうかね。もう一回、すいません、ちょっとすいませんね。はい、ということで取れましたね。なんか取れましたよ。はい、なんとかね取れました。もう一回ね、ちょっと戻ってチャレンジしたいと思います。はい、ということでね、また定位置にね戻ってまいりましたが、また来るかな。また来るっぽい。また来ますか？どうすか？いや、もうだからなんかね、ラリー1の車両は多分もう来ないような気がするんだよね。もう走ってるよね、次の SS を。だから別のねレギュレーションの車が走ってるんだと思いますけどね。いやー、あれ何だったんだろうね。あのマークがちょっとよくわかんないんだけど、すんげえ加速だったな。とにかく、まだね会える可能性あるから、まだラリーカーを煽ろうとしているわけではないけど、ちょっと後ろをねついて撮影したかったんですけどね。結果的にすっごい勢いでね走ってきましたよね。いや、びっくりした。びっくりしたわ。すごかったわ、本当ね。すっげえ速いっていうことにね。ラリカやっぱ加速すごいな。本当に加速がすごかったということは言えると思いますね。はい、ということで、ああ、ここはね、路中 OK ですね。駐車 OK なんで、ちょっとここに止めてね、ラリーカー待ちたいと思います。大丈夫だね。駐禁のマークは地方都市なのでそんなにございません。はい、ということでここでね、ラリーカーをちょっと一旦ね待つっていうのもやりたいと思います。大丈夫だよね。交通の邪魔にはなっておりません。はい、なんか来たね。あ、フォードのマシンですね。次、これはフォードのこれなんだろう。わかんない。おお、かっこいい。取って取って。はい、ということで、フォードのね、車ですね。すごい。フォードいいね。やっぱ街中走ってるラリーカー。最高だね。最高っすね。はい、街中走ってるラリーカーはもう本当に美しい。そしてこう地元ね、岡崎、ここでねラリーカー見えるのは本当にやばいね。でもなんか欲を言うとさ、やっぱラリーワンの車両、あれラリーワンなのかな、違うよね。なんかもうちょっと俺が WRC Generations やる限り、もうちょっとなんかウィングついてたと思うんだけど、あれは違う、フォードの、ラリー1のフォードなんだっけ。何気にゲームはやるけど、車の形よく見てないっていうね。まあずっと座ってるからね、運転席に。シミュレーターでね。まあそういうのはちょっとよくわかんないんだけどね。いや、いずれにしてもちょっとまた映像を見返してね、何だったのかっていうのはね、俺が調べるんじゃなくてコメント欄でね、見てください。コメント欄で詳しい方がね、めちゃくちゃ丁寧にこうスペックまでね説明していただけますんでね、コメント欄の方をご覧いただきたいと思います。はい、それではね、ちょっともう車が全部多分ね入っちゃったんで、会場にね、今度はちょっと会場の方ね歩いてね行けるところまで行ってみよう。まあちょっと車が音とかね雰囲気がまあ見えれただけでもいいかなっていうね感じなので、ちょっとその雰囲気をね会場の周りの雰囲気なのかな、お伝えしたいと思いますんで、ちょっとそっちの方でね行ってみたいと思います。はい、ということでね、今会場の方から帰ってきましたけどね、いやー WRC のラリー1のね車両がちょうど走ってるところでしたね。まあ短い SS なんでね、まあ、そんなタイム差がつくというよりはもう本当にね見せるための SS になってましたが、本当ね、なんていうのかな、もう感慨深い。地元でねこんなWRC が、憧れの WRC が開催するっていうことで、本当にね、感謝ですよね。感謝しかない。こう、地元にトヨタがあったことへの感謝。そして、なんだろうな、地元の、やっぱりさ、車好き、まあ、車産業でね、生きてる会社、生きてる街と言っちゃいけないけどね、それだけじゃないけどね、もちろんね。だけど、そういうところもあっての、この、まあ、愛知県初 WRC 開催ということで、合ってるよね。合ってるよね。いや、本当、いやー、WRC マシンたちが走るっていうことで、走っていたのを見た。一緒に走れたっていうのでね。いやー、本当感動しましたね。はい。また、これね、本当に、まあ、いろんなね、問題というか、やっぱ1回目のね、大会なんで、さまざまな問題や、問題というか改善すべき点など等々、あろうことかと思いますけど、そしていろいろなね、ことがあろうこととご意見がね、やっぱ車のスポーツってなかなかやっぱり理解されない部分がありますので、いろんなねご意見があろうことかと思いますけど、なんとかねこれを盛り上げていくっていうことを、やっていきたいかなっていうね。このラリーっていう本当にね、こう街中をこうラリーカーが走るっていうね、これがね本当にすごいことですよね。すごいことだなと思いますんでね、ぜひとも今後とも盛り上がったらいいかなと思いました。はい、ということでまたねこれやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。帰るのめんどくせえ。